リラクヤの花澤です。本日はドライアイの対策をご紹介します。まずは、アイマスクやホットタオルで目を温めます。こちらはレンジで温めるタイプのものですね。こちらを使って5分から10分間仰向けで目を温めます。リラックスした状態で目をじっくりと温めて、ドライアイの原因となっている油分を分泌するマイボーム腺ですね、これを詰まりを取っていくことになります。目を温めましたら、さらに効果を高めるためにマイボーム腺の刺激するマッサージを行いますね。親指でこめかみを押さえて、人差し指でまず下まぶたから1、2、3、4、押さえますね。そして上まぶたも同様に1、2、3、4、プッシュしますね。そして今度はこちらの3本指ですね、人差し指から薬指で、まぶたの上、上まぶたから気持ちよく感じるぐらいの強さで、まぶたの上を押していきますね。こちらも4回程度、そして下まぶたも同様に、痛くないぐらいで、そしてコンタクトをされている方はコンタクトは外して押してください。押しましたら最後ですね、この親指と人差し指で鼻の付け根、目頭の部分をぐっとつまんで押しますね。こちらは10回程度、ちょっと場所を変えながらぎゅーっと掴み方はもう人差し指と親指以外でも右手でも左手でも構いません。はい、いかがでしょうか。これでおしまいになります。ドライアイの方は水分不足、油分不足の他にですね、目が乾いてしまう原因として、まばたきの回数が少ない、まばたきが不完全であるということがありますので、まばたきを意識的にしっかりと、なるべくならばちょっと目が疲れたなと感じるとき、目が乾いてるなと感じているときはぎゅーっとしっかりとまぶたを強く閉じて、眼球を後ろに押し込むような感じでしっかりとまばたきをしましょう。あくびなども効果的です。はい、以上です。